と大丈夫ですよ。なんかさっきの水抜きとか。いや、水抜きは多分ね、実際に水抜きもあんまりできないので。無理ですね。無理と無理だと思います。この時間があったら、多分みんな上がりたくなるんですよ。まあでもいいですね。その時に船を離さないように、ここで自分で慌てるなぁ、慌てるなぁって言いながら、自分の中でゆっくりゆっくりってできたら、その間が。今、足ついていけないんですよ。そうですね、ライジャクの付け方はまたさっきやですけども、腰ベルトをですね、ここの腰ベルトっていうか、ウエストベルトがあるんですけども、子供たちもよくやるんですけど、ここも必ずチェック項目で、ライジャクがよく突っ込んじゃうというのがあって、このサイドベルトを、はい、これ大事です。で、伏せ目、バタ足です、バタ足。体がそれやっても無理なんで、バタ足で体をまずお尻を上げる。あ、やってください。さあ、ゆっくりです、ゆっくり。バタ足で、そうそう。で、そうするとお尻が上がってくるので、で、ゆっくりゆっくり、そこで這い上がろうとしないで、やっぱね、パドルフロートは多分ね、本当は空気してもいい。頑張れ。低体温症で死ぬかもしれない。頑張って。こっち使った方がいいんじゃないですか。浮力があって。パドルフロー。